皆さんこんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にストレッチをしていきましょう。今日は目の疲れを取るポイントをいくつかご紹介していきます。パソコンとかスマホでどうしても目が疲れてきて、こう短い距離のところをじーっと見ていることで、その目の周りの筋肉が疲労してきますので、その時のツボ押しを行っていきます。まずこの眉毛の付け根のところがありますね。ここを、私は中指が好きなんですけど、中指でぐーっと押します。押す時に息吐いてます。じわーんときます。この骸骨の骨みたいなところですけど、ふーっと押す、ふーっと押す。で、押してしばらく押すいると骨がじわん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 っていうふうに、なんとなくじわんじわんと気持ちよくなってきますので、その気持ちよさをね感じていただいて、何回かやってもらうといいかなと思います。ふーん。2つ目はね、こう親指と人差し指でつまみながら押す、つまみながら押します。その時に目自体にはこう指が当たってないので、目はこう動きますから、目の眼球のところにこう置くと目は動きませんから、こういった時に目が動くところですね、この骨のところを触ってください。で、右手でやったり左手でやったりしてください。もう少し親指と人差し指だと当たるところが違うので、これもつまむんですけど押すって感じです。これはね、結構私は目の疲れに効くなと思ってて、このツボがなんか一番いい感じがするんですけど、これ押しますよね。で、下ろしたらちょっと目を閉じてふーっとしてもらうと、こうじわーんって血行が良くなって、目を開けた時にこう視界が少し、ね、広がるというか、この辺りまでよく見えるようになったりとか、霧がかかったように見えるのが鮮明にこう見えるようになったりとか、そんな感じがすれば効いてます。ぜひやってみてください。